妹よ、今日は戦車には乗らず、2月8日から開催のイベント、ドラゴンの神秘にて新登場となるニュータンク、ソ連のティア級プレミアム中戦車、オブジェクト593の紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。見た目はすごく T54 さんとかに近い気がする子だけど、史実系の子になるのかな。それに関しては公式さんのホームページに、計画は打ち切られ、金属製の試作車両の生産には至っていない、と書かれているので、ファンタジー系の子のようだね。あう。とはいえこの子、ゲーム初の課金系ティア級プレミアム中戦車さんで、ソ連中戦車初の IS3AK オートリローダーさんと、初尽くしの子なので、性能チェックはビシビシッとやっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。そしたらまずは火力面になるんだけど、主砲は単発320の3連発オートリローダーで、貫通は通常弾 APCR238mm、近弾 AP268mm、リロードは初弾 8.5 秒、2発目15秒、3発目19秒、連射間隔は4秒となってるね。初弾リロード 8.5 秒なら、初弾だけの単発運用でも DPM は2259になるから、DPM はそう悪くない気がするね。うむ。フル装填からのノーガードの打ち合いをした場合でも、同格中戦車を倒せる6発、1920ダメージを出すのにかかる時間は 33.5 秒と、これは他の DPM に優れる子たちのラマー装備状態と、さほど変わらないからね。次に当てやすさに関しては、照準時間 2.9 秒、精度 0.38、俯瞰6度、車体移動時と旋回時の拡散 0.25、砲塔旋回時拡散 0.14 と、はっきり言ってかなり悪いね。あわう。でも照準時間、精度、拡散、どれをとっても軒並み全部悪いもんね。うむ。しかも単発砲の子たちと比べて悪いどころか。他のローダーさんと比べても悪いからね。あう。次に機動性に関しては、前進52キロ、後進20キロ、出力重量比 17.5 と、ちょっとティア級中戦車さんとしては出力重量比が低い気がするけど、設置抵抗含めポーランドの CS59 さん程度には動けそうなので、そう悪くもなさそうだね。そうだねお姉ちゃん。CS59 さんには私たちも去年乗ってたけど、可もなく不可もなくって感じの足だったもんね。だね。そしたらお次はソ連中戦車ならつい期待したくなっちゃう、走行面になるんだけど、これがちょっとアレな感じになっちゃってて、まさかの砲塔がこの見た目でそんなに硬くないんだよね。あわう。でも砲塔正面の走行圧が、200mm になっちゃってるもんね。うむ。なので自身の通常弾である。貫通 238mm の APCR 相手ならまだ頼れるんだけど、自身の近弾、貫通 268mm の AP ともなると、ほぼ貫通されちゃう感じなんだよね。あう。立ち回りで走行を補うにも、俯瞰6度で構えて多分このくらいだもんね。うむ。照準回りダメダメで、長時間の停車を余儀なくされる可能性を考えると、かなり辛そうな走行と言えそうだけど、他のティア級中戦車ローダーさんたちはもっとペラペラなので、ローダー組として見た場合、最も硬い子ではあるんだよね。それからヘルスは1800と同格中戦車トップタイと高く、隠蔽も移動時 12.37 と良好、ただし任範囲は380メートルと短めだね。そしたら最後、まとめといっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。ソ連中戦車さん初のオートリローダーさんで、走行もローダー中戦車さんの中ではトップクラスと、面白そうな特徴がある子ではあるけど、当てやすさ関連のパラメーターの低さ、ローダーさんの中では硬いとはいえ、単発砲さんたちと比べると微妙な走行と、ちょっと扱いが難しそうに感じちゃうね。だね。ちなみにこの子の入手方法は、いわゆるガチャ系課金要素の、ドラゴンサプライボックスからの入手になるため、入手難易度は結構高めというか、お金がかかりそうだね。あわう。でも確率としては、1.3% でプレミアム戦車さんのどれか、となっているため、運が悪いと 1.3% を6回も引かないとだもんね。うむ。50箱天井システムや、重複車両は原則でないというルールもあるけど、それでも大変そうだよね。
そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。